はい、お疲れ様でございます。もう一台素敵なロードバイクお見かけして、愛車チェック OK いただきましたので、ご紹介していただけたらと思います。はじめましてでよかったですよね。はい、いつも動画見させてもらってます。あ、誠にありがとうございます。カズマツと言います。カズマツさん、カズマツさんはロードバイク歴は何年ぐらいですか？ロードバイク自体は、ほう、まあ、自転車というかマウンテンもしていらっしゃるということで。そうですね、5、6年前に、あのカーボンロード乗ってて、まあ、1年ぐらい離れてたんですけど、でマウンテンバイク乗り出して、ほうほう、今これです、ね、今これになってると、はい、マウンテン中心の感じでいらっしゃって、山走るのが中心です、ね、中心だけども、ちょっとこのマウンテンからロードバイク寄りのグラベルっぽい感じに見えるんですが、サリー、サリーですね。サリーのミッドナイトスペシャルっていう車種です、ね、ミッドナイトスペシャル、サリー流のロードバイク。サリーというのはちょっと私ちょっと勉強不足で申し訳ないんですけど、こう黒森のフレームでね。そうです、そうです、まあ、オフロードメインですかね。あ、オフロードが、はい、多いという感じなんですかね。太いタイヤで乗り心地よくゆっくり楽しもうみたいな。これも太いタイヤの入るロードバイクっていう感じなんで、山も走ったりするんで、まあ、グラベル、今風に言うとグラベル仕様、ね、今風に言うとグラベル仕様の感じになるというところなんですね、はいはい、フレームが黒森のフレームで、はい、なんて言うんでしょうね、こうピンクと言うんでしょうか、パープルにちょっとラメが入ってる、パープル、薄いパープルにラメが入ってる、はい、これもなんか綺麗な感じでございますね。そう、買う予定全然なかったんですけど、ほうほう、このカラーが、まあ、今年のモデルで発売されて、ほうほう、もう今ね、本当自転車はないじゃないですか。ないですね。もう気に入ってる時に買わないとなくなると思って、はあ、うん、思い切ってフレームで買ったんですけどね。で、自分で組んだんですよ。はあ、聞きましたか。気に入った時に買わないといけないと。はい。名言ですね。なくなっちゃいますからね。なくなっちゃいますもんね。はい、出る時。はあ、そこそこで思い切って購入されてご自身で組まれたと。そうです。はい。いっぱいちょっとお荷物をつけていらっしゃいますが、撮影道具がメインですけど、ね。ああ、そこそこ。YouTube もね、していらっしゃるということで。はい。数松でやってます。数松さん。はい。はい。数松さん、ちょっとチェック。してみてくださいませ。山ばっかり走ってます。いっぱい興味がありますので、ね、トレランしますので、じゃあ数松さんが組まれてちょっとロードバイクハンドル周りからちょっと失礼したいと思います、はいはい、ハンドルこれちょっとむちゃくちゃ横幅が長い感じが、オフロード寄りのグラベル用のやつ、ここがここがこうフレアになってるんですけど、これフレアって言うんですね、はい、これがさらに強いやつです。はあ、なんかこれがあるとなんか乗りやすいっていう話を聞いたんですけど、どうなんでしょうか。そう、まあ、オフロードの、まあ、下りとかになると、ええ、ハンドル幅が狭いより広い方がいい、ハンドリングしやすい、はあ、幅を取るために。すごい角度だなこれ。ここ握って下る感じですね。はあ、そんな風にして下る感じなんですね、はい、でサリーのマークがあって、はい、で言ってらした太いタイヤ、これは32、38です、38ですか、はい、チューブレスです、レスですか、はい、じゃあ相当乗り心地がいい、そうですね、ですね、まあ、自分的にはまだちょっと細いかなっていう。まだもうちょっと、まだまだ入りますね。これ 700C で42まで入るみたいな。42まで入るんですか、はい、前の前は42つけてたんですけど、つけてたけどもこっちにちょっとしてみたと、はい、そういういろんな楽しみ方がありますね。 そうですね、はい、それからこれは何をつける感じですか。これあのライトマウントですね。あ、ライトマウント、今日つけてないんですけど。はあ、はい、なるほど。あ、こっち側にもこれはなんていうんですか、ダブ穴っていうんでしたっけ、ね、ここにもついてるんですか。そうです、あのほうラックをつけたり、あ、なるほど、ノルよけフェンダーつけたりっていう拡張性が、まあ、サリー自体がそういう感じですね。ああ、はい、またなんかこのサリーの文字がなんか可愛らしいですね。そうですね、あ、ちょっと殴り書きっぽいようなね。ねえ、それからタイヤパナレーザーの、あ、グラベルキングはやっぱり有名ですね。それから DT スイス、これはアルミになられるんですか。アルミですね。ですね。グラベル用で。グラベル用の感じの。一番安物です。あ、いやいやいや。それでも DT スイス G1800 ということで、なんかかっこいい感じですね。グラベル用からリム幅が広いですね。ここの幅が広いんですね。はい、それからこれディスクブレーキは GRX。そうです。これ油圧になるんですかね。油圧ですね。はい、けどなんかこのローターもなんとも言えずかっこいいですね。これもなんか純正ですか。ジャグワイヤーっていうメーカーの、あ、ジャグワイヤーっていうメーカーさんの、ちょっとあまりお見かけしないからあまり見ないですね、なんかかっこいいですね。それから、ペダルはこれはね、三ヶ島っていう、あ、三ヶ島さん結構これくるくる割と回りますよね。オフロードも走るんでこうピンがついてて、あ、なるほど、靴の食い込みがいいんですよ。あ、滑らない。靴は普通のあれですか、スニーカー。これはマウンテンバイク用です。
これあれですね、510ですね。選んでもあるんじゃないですかね。ね、今アディダスさんがね、買収というかね、してですね、510、はい、私も持ってます。マウンテンバイク用のシューズでいらっしゃると、はい。それからやっぱここにつくんですね。これでギリギリチェーンとなんか被らずにいける感じで。行けてないです、ね。行けてる感じですね。はあ、いはい、なるほど。うまく収納がいけてます。それからこちらボトルとこちらにも入れれて、はい、これはなんかどちらのメーカーさんとかなんかあったりするんですか。フェアウェザーっていうメーカーですね。日本のメーカーです。あ、そうなんですね、はい、割としっくりピタッと来てる感じですね。そうですね、サイズ感がちょうど良かったです、ね、ちょうどいいですね。 おしゃれですね。めちゃおしゃれね。色がおしゃれですよね。色合いがね、好きなものばっかりです。これは、ここの収納、これ一箇所の感じですか。こっちがバッと大きいのと、ほうほうほう、逆側も。まあ、この厚みが狭い分ですね。あ、両方からじゃなくて、これはこっちで分かれてる感じなんですね。はいはい、ああ、なるほど。漕いでる時にちょっと足に当たったりする感じでもなく。ないですね。これはちょっと膝に当たりますけどね。立ちこぎした時に。サドルもなんか独特の感じがするんですが。これブルックスっていう。あ、ブルックスなんですね。有名な。革サドルで有名な。そうですね。まあ、これは革じゃないんですけど。なんかここがたわんでいいみたいな。そうです。しなるんですよね。あの、触らせてもらってもよろしいですか。けどまあなんとなく硬い感じもしますけど、座面自体は硬いんで。硬いですよね、はい、お尻のお加減はいかがですか。まあ、結構相性あると思うんですけど、はあはあ、ビブショーツ履いてれば結構加減がいいんですけど、ええ、ああそうなんですね。普通に普段着とかで乗ると、あ、ちょっと表面が硬いから、はあはあはあ、ちょっと痛いかなっていうのは、ちょっとなんかこのサリーに合ってる、そうですね、男前のね、あんまりスポーティーなものをつけたくなかったで、そうですね、そうですね、はい、それから後ろのライトもかなり結構ね光りそうな感じの、そうですね、デザインの、あ、デザインですね、はい、それからこのスプロケが大きいですよね、でかいんですけど、42ですね、上が、あ、上が42、はい、で下が11かな、下が11、前がだからシでスラムのシングルのこれ42ですね。エーペックスというタイプなんですか、はい、これ6個シャカシャカ登れる感じですか。いやまあ僕足ないんでこれでやっと登れるぐらいの感じですね。車体というか重量結構ありますよね、きっと。あります。11、2ぐらいはあります、ね、ありそうですよね、はい、グラベル系はフロントシングルが多かったりなんですかね。そうです、まあ好みやと思うんですけど、僕はできるだけシンプルにしたかったんで。シンプルですね。でそんなにこう追い込んで走ったりとか、走ることに対しての重きはあんまり置いてないので、よりシンプルに、シンプルでもう楽しく、そうですね、はい、乗れるというのがよろしいですよね。ね、はい、まあ、これあのこれでもし差し替えなかったらなんですけど、おいくら万円ぐらいの感じですか。全部で30はいってないかなぐらいですかね。それはなんかちょっとお求めやすい感じもしますですね。やっぱりこういうバイクだと GRX のチョイスになってくる。そうですね、このレバーがね結構滑り止めがあったりとか、うんうん、細かい配慮があるんです、ね、ゴーフロード走ってるともうずっとこうなってるじゃないですか。なるほど。でここが握りやすかったりとか。なるほど。レバーが油圧オンリーなんで、まあ、自動的にもう全部 GRX になるかなっていう。そういう感じなんですね、はい。ちょっとまあ私たちもこういうロードバイクちょっと憧れますので、あ、そうですか、ちょっと乗ってみたいなという感じがね、いやいたします。これまだバージョンアップしたいようなところあったりいたします。まあすぐにはできないですけど、うん、重たいんでより軽く走れるようにいろいろカーボンパーツ入れていけたらなっていうのは、ホイールとか軽量化をしてみようかなと。そうですね、フォークとか、あとここも伝えときたいみたいなところあったりしますか。山を走るのが好きなんですよ。山を走る、山というとどんな感じの。ここだったらそこの重走路、うん、ええ、熊笹よ遠平寺まで降りるルート、あー、はいはいはい、マウンテンバイクで行ったりしますし、あ、まあまああそこも険しいですよ ね、場所によってはね。マウンテンバイクだと、まあ、僕自走でいろんな山行くんで、ほうほう、行ける距離が限られるんですよ、ね、ほうほうほう。けどロードバイクだとマウンテンバイクでより遠くまで行く、そうです、広げれると。でこれでいろんなオフロード探検をしたいなっていうので、ちょっとまた夢が広がりますね。ロードバイクでちょっと速く走るだけじゃなくて楽しく、競技志向は全くないです。あ、見知らぬエリア山を行ったりしてちょっと冒険を、ね、そうですね、伴ったりするような感じ で、 そ、 で、ね、あ、それはあの非常に素晴らしい、あの自転車ロードバイクのね、あ、楽しみ方をご紹介していただきまして、誠にありがとうございました。ぜひチャンネルもねチェックしてみてくださいませ。ご覧ください。はい、じゃあ以上でございます。ありがとうございます。ありがとうございます。はー、ご視聴誠にありがとうございました。チャンネル登録とグッドボタンよろしくお願い申し上げます。